審判の取った行動が大きな騒動になっている。プロ野球ロッテの佐々木朗希投手20に対し、注意喚起のために試合中に詰め寄った白井一行審判員44の1件だ。この件については未だに球界のみならず世間で大きな注目を集めている。その一方で今回の試合後の佐々木の登録抹消を受けて MLB の関係者の間では佐々木の弱点が指摘されている。今回は事の詳細とそれを受けてのネット上の反応を中心にお届けいたします。日本プロ野球選手会と日本野球機構 NPB の事務折衝が28日オンラインで開かれ、選手会は審判の技量や選手への対応などについて NPB 側に質問状を送ることを伝えた。24日に京セラドームで行われたオリックスとロッテの一戦、京セラでボール判定に苦笑いを浮かべたロッテの佐々木朗希投手22、白井和球審44が詰め寄り物議を醸したばかり。もともといろいろなコミュニケーションは足りていないのではないかという意見はあった。今回の件ももしかしたらコミュニケーション不足のところはあるのかなと感じていると選手会の加藤事務局次長、ここ数年できていない、審判側や NPB 側と協議の場を持ちたい考えを示した。審判の技量については選手会がアンケートを積み重ねてきたといい、選手の不信感みたいなものはちょっとある程度のレベルに達している、何らかの協議をしなければいけないなという状況の中でこのようなことがあったと選手会の広報担当、声を伝えお互いの意見をぶつけ前へ進みたい考えだ。そんな中、ロッテの佐々木朗希投手20が25日に出場選手登録を抹消された。佐々木はここまで5試合36回に先発登板し3勝、防御率1.50で60三振を奪っている。これによって佐々木朗は今季の大きな目標の一つであった中6日ローテーションから一度外れることになる。しかし井口監督は佐々木本人やコーチらと話を重ねていく中で心身ともに療養する必要性があると判断。まだ年齢が20歳ということもあり成長中の体のことも考慮した考えのようだ。実際のところプロ野球入りしてからの佐々木は高校時代からのテーマとなってきたのだ。完全試合を達成した佐々木だが伸び盛りということもあってその耐久性にまだまだ改善の余地は残されているようだ。このことについては MLB の関係者の間でも疑問視されており、同時にその耐久面が現時点での佐々木の弱点とも指摘している。もちろんあれだけの素材でありながら岩手県大会決勝の登板を回避した時から彼の耐久性には注目しています。松坂、ダルビッシュ、田中、前田らのように各年代で一度も負荷をかけられた経験を持たないので現時点での佐々木の弱点は長期間のゲームへの耐久面でしょう。なので彼がこの先肉体的精神的に立派な投手に成長することができるかどうかが大きな課題となるでしょう。まずはロッテが今年の課題として挙げていた中6日で回れなければ中4日に順応していくことは不可能です。しかし今回登録を抹消しました。これが今後の佐々木の投球にどのような影響を与えるかに注目していますとコメント。キャリアの序盤で不滅の大記録を作った令和の怪物の右腕には今後も大きな注目を集めることになりそうだ。ここからは今回のニュースを見たネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。体には負荷がかかってないかもしれないがピッチャーとして甲子園や日本シリーズのような土壇場を経験しておらず
心の負荷も経験がないのは勝負の世界ではどうなのかと思う。彼は結構したたかでスタミナもあると感じたが、将来を思えばあまり過保護育成すぎるのはどうかと思う。佐々木選手は今まで誰も成し遂げられなかったことを達成しつつあるのだから、前例のない存在としてこれからの成長性なんて誰にもわからんことだろうと思う。様々な情報やデータを分析しつつ、その都度状況や状態を確認する以外に何か方法があるのだろうか。今から明のぞみくんが通用するのしないのという議論に何か意味があるとも思えない。まあプロ野球にはある種のエンターテイメント性はあるから、やじ馬のごとく面白がってもあながち否定されるものでもないとは思うが、でもこれで渡米後に怪我したら MLB にも問題があるって思ってくれるのかな。毎度日本での球数とかばかり取り立たされるけど、選手のケアに十分気をつけてるはずのアメリカ野球の方が選手の分母が大きいとはいえ、トミー・ジョン手術をする割合が多いと思うんだが、球数以外にも滑りやすい粗雑なボールなど怪我につながる要素はないのかな。今回の登録抹消は球団の方針と佐々木投手自身とも相談の上で決定したことなので、これが正しい判断であるかは現時点では何とも言えないところではありますが、やはり160キロを超える送球を生み出す肩や肘には相当の負担がかかっているのだと思います。ましてや白井球審から詰め寄られた騒動もあったのです。大きな事態に発展しなかったのはまだ不幸中の幸いではありますが、これが死闘空のクオリティにも影響してくるとなると、佐々木投手の今後のキャリアも少し練り直す必要があるのかもしれません。160キロ以上の投球をし続けてしまうと肩と肘が壊れてしまうのは当たり前です。あの怪物大谷 SY 級王平選手ですら160キロ以上の投球を続けていた頃は、それが影響してトミー・ジョン手術を受ける事態にまでなりました。いくら佐々木投手が甲子園で活躍した選手と比べて投球が少ないとはいえ、160キロ以上の投球を続けるということは大変な負荷を負い続けることになるわけでですし、それを先発で続けていくことは無理があるのでしょう。今は周りの期待にこだわり続けることなく、自身の理想とする野球人生を構築するために適切な投球を目指し続けてほしいです。